エスキーテリアは、チェコ原産のテリア犬種である。別名は、ボヘミアンテリア。旧チェコスロバキアのクラノビツエに住む、遺伝学者、フランナシェック、ホラーク博士という人物により生み出された犬種である。博士はとても狩猟好きで、畑を荒らす害獣を、自身の所持するテリア犬のパックで退治していた。彼が所持していた犬は、スコティッシュテリアとシーリハムテリア。 そして現在は絶滅したアバディインテリアの末永犬で、博士はこの三犬種を最も好んで愛用していた。そんな博士がこれらの三犬種よりも良犬として優秀で、かつ小ドッグとしても使える美しい容姿を持つ犬を目指して本種の作出を計画した。九百四十九年に作出が開始され、まずスコティッシュテリアとシーリハムテリアを掛け合わせ、その後輩種に ダンディ・ディンモンド・テリアやワイヤー・ヘアード・ダック・スフンとの血を加えながら改良して1959年に完成した。なお、アバディイン・テリアは、博士のもとに繁殖的霊気の犬がいなかったため、作出には使われていない。主にキツネやモグラ、ウサギやネズミを狩るための地中猟犬として使われる。獲物の匂いを追跡し、 地中に潜って獲物と戦って倒したり地中に獲物を閉じ込めて怒らせ地上におびき出してお供のハウンド犬に攻撃させるといった狩猟法をとっている。ネズミは発見次第すぐに仕留めることができる。チェコでは作出後すぐに人猟剣、消毒グとして共に人気を博し、チェコの国犬としても指定されている。1963年に不ーに 公認登録され、それ以後はヨーロッパでも人気を得るに至っている。現在はペットや消毒具として飼われることが多くなりつつある。道長短足のテリア犬種である。首も長く、その美しさを際立たせるため、特有のトリミングを施す。このトリミングはシーリハムテリアと同じもので、顔や胸、 腹部には長めに毛を残し、その他の部分は短めに毛を刈り込む方法で、トリミングが行われる。本来のコートの長さはシャギリに近いロングコートである。毛質は柔らかく、ウェーブがかっている。コートを硬くするための特殊なトリミングである。プラッキングは行われない。毛色はソルト、ソリットペッパーなど。口ひげやあごひげ、眉毛は豊かでふさふさしている。耳は垂れ耳。 オは長いタレオ。体高30センチメートル前後、体重9キログラム前後の小型犬で、性格は女で優しく、従順で協調性もある。他の犬や小さな子供とも仲良くすることができ、攻撃的な気象を持たず人懐っこい。しつけの飲み込みや状況判断力が良く、運動量も少なめであるため家庭犬として飼育するのにもよく適している。ただし、 一度興奮してしまうと自制が効かなくなることもあるため飼い主がしっかりコントロールできるようにしつけをしておく必要はある。かかりやすい病気はコートが目に入って起こる、目疾患、抱き方が悪いと起きやすい椎間板ヘルニア、遺伝的な要素もあるアレルギーなどがある。胴が長い犬種であるため、抱く時には片手で胸をもう片方の手で腰を抱えるようにして抱くことが大切である。 なお、この抱き方は、道長の剣手すべてに共通する注意点の一つである。ありがとうございます。